で、ここはさっきここノーザンブロットですが、 RNA ですから、ここは転写制御ですよね。ここ機能は分かった、まあ、分子ペロンだということは、アイデアとしては全体的には分かった。だからどうやってシャペロンとして働いているかというのはさらに追求が必要なんだけど、まあ、アイデアとしてはこれは分子シャペロンとして働いていて、構造上タンパクを抑制するという、修復するというようなものであるということが分かった。次は、でも誘導機構は、これきっかけが分かっただけで誘導機構は全く分からないですよね。で、ここはメッセンジャー RNA が増える転写制御なので、転写制御であったら次は何です？転写制御鏡であると、この転写制御鏡を明らかにしたいと言ったときにやるべきことは、バインディングプロテインの前 何に結合するタンパク、ターターボックスは一般的な転写制御だよね。何にする？プロモーター解析しますよね。プロモーター解析をして転写制御であるということが分かったら、次はこれ、この前の細胞内受話神経でやったように、低酸素応答でも、コレステロール過活応答でも、なんか標的の遺伝子の転写制御であるということが分かったら、その遺伝子のプロモーターを解析する。で、タータボックスの近くにあるような質配列を同定する。で、同定できたら、これに結合する転写因子、トランス因子を取ってきて、それがこの誘導機構とどういうふうに関係するかを調べていくと。もうストーリーはできるわけですね。この段階でこれは転写制御なんだから、じゃあ次はこれをしましょう、これをしましょう、これをしましょうとなっていくのが普通なんですけど、もともと言ったように、1977年に GIP78 と GIP94 というのが同定されたと、名前がついたと。だからここまで10年の歳月が流れてるね。ですよね。で、やっぱりこれ、さっき、ね、去年、前回言ったように、トニー・ハンターによるチロシンのリン酸化から多くの人は流れて、要するに元 のチロシンリン酸化が流れていったんだけど、やっぱりこの分野にとどまる人はいて、この2つのことを研究していました。だからやっぱり誘導機構のことをやってる人はいて、その人たちがグルコース枯渇とは何を意味するのかということを一生懸命やっていたと同時に、もうこれらのプロモーター解析やってたんですよ。でもやってたんだけど、なんかあんまりピンとしなかった。パッとしなかった。低酸素応答やコレステロール枯渇は割と順調にいきましたよね。だんだんだというと、そんな風になんかこのプロモーター解析で論文は出てんだけど、何でもピンと来ないような状況だったので、うちのボスメリジェン・ゲイシングは、この今からこれは基本的に人の、もともとは鶏だったんですね。鳥に肉種ウイルスにかかる細胞だったんで、それは鳥の細胞を使ってましたけど、この辺になってくるとインフルエンザウイルスは我々人に感染する細胞なので、哺乳類細胞でも大丈夫なんです。これ哺乳類の細胞でも鶏だけではなくて哺乳類の細胞でも同じような現象が起こると。構造上タンパクがたまるとシャペロンが増えてくるということになったんですけど、だから他の人もやっぱ哺乳類とかを使ってどんどん研究をしていたので、そこから今から後追いしてもなかなかその人を出し抜くとか人より前に行くことはできないんじゃないかというふうに考えて方向を転換しました。もっと単純な、本当は最終的には我々人の仕組みを知りたいんですね。人の仕組みを知るといろんなことが分かってくるし応用ができるかもしれないんで、人の最終的には人の細胞を知りたいんだけど、いきなり人の細胞をやっても人の後追い実験になってくるし、パッとしたような論文が出ないかもしれないので、もっと単純な酵母でやったらどうなるんだろうかというアイデアを思いついてやってみましたと。で、やってみたら、酵母にもこの仕組みが存在するということが分かったのが1989年ということになります。で、酵母には2種類大きくあって、分裂酵母という。
分裂酵母という割と均等に分裂する、これ人の細胞と同じぐらいね、人の細胞は2つ分かれるときに同じ大きさのものが2つできるというのを均等に分裂する分裂酵母というのと、もう一つはこの質芽酵母という芽が出るように分裂すると、いわゆるこの大きさが違うので、こちらの大きい方を母親、母細胞マザーセルと言いますし、新しく生まれているのは娘細胞ドーターセルという言い方をしますね。母子の関係のように大きさが全然違うという、でどっちを使うかはもうその個人の好みなんですけど、例えばこれ均等分裂は細胞、我々の人の分裂に近いので細胞分裂なんかを研究するにはこっちの方がいいんだというようで使う人もいますし、もともと質芽酵母というのは我々に馴染みがあって、パンやお酒を作るときに使うのがこの質芽酵母ですよね。ピザを作るときにこう生地を練った後イースト菌というのを入れましたよね。そうすると湯煎すると膨れてくるというのは質芽酵母を入れていて、質芽酵母を入れるとアルコール発酵をしてくれるから、してくれて、そのときに二酸化炭素を出すからだん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 生地が膨れていくわけね。で膨れて、十分膨れていった後、パンやピザの場合はすごい高温で焼くので中のアルコールは飛んでしまうと、だから子供が食べても大丈夫というわけね。日本酒を作ってる時なんか大きな樽の中でこうぐるぐるかき回してると泡がボコボコ出てるっていうのは、これ質芽酵母がアルコール発酵してるからで、アルコールを作ってる同時に二酸化炭素が出るんで泡がボコボコ出てるという。でこっちの方がはるかに馴染みがあって、まあワインとかも作る時もこの質芽酵母を使うので西洋でも馴染みがあるわけね。だから割と質芽酵母というのは以前から研究に使われていたと。で我々のこういうこのオルガネラとかね、こういう小胞体とかゴルジ体とかいう研究をする場合から、分子シャペロなんかの研究をする場合から小胞質、ここからこう膜管は小胞に乗っていくんですよね。小胞質の研究なんていうのはもっぱらこの質芽酵母が使われてきたという歴史があるわけです。でこれはまあ結果的にはこっちは非常によく似ている、人の仕組みとよく似ているということがあって、まあ、質芽酵母をモデル生物にして大きく発展した分野はたくさんあります。大隅義則先生がオートファジーの研究でノーベル賞を取られましたけど、やっぱり質芽酵母を使ってるんですね。質芽酵母を使って解明したオートファジーの現象は非常に人でもよく保存されているということがあって、質芽酵母で蓄積した結果はかなりの部分人の方にも応用できたと。で大隅先生は酵母の研究者だけど、その後お弟子さんたちがヒトマンマリアンの世界をどん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 新しく解明していったということで、まあ、ノーベル賞につながった。こっちで行ってたらどうなったかよくわからんという気はしますけど、だから、まあ、伝統的にこう身近なモデル生物だったので質芽酵母をやっていたということで、小胞位相ここからここまでこうここ小胞体からゴルジ、ゴルジからゴルジの間は小胞に乗っていくという小さい袋の中に包まれていくというその仕組みを解明したいと思った若い頃のランディ・シェックマンという私がとても尊敬する研究者の人ですけど、今は年に1回ぐらいお会いできてお話しできるんですけど、この方が若い頃に酵母、質芽酵母の遺伝学を使う、遺伝学というのは分子生物の一例だった。大隅先生もオートファジーの研究をするときに酵母の遺伝学を使ったと。で遺伝学って何かという分子生物でやったけども、まず変異体を取るということですよね。自分が興味のある生命現象を起こすことができない変異体を取る。例えば大隅先生だったらオートファジーという生命現象を起こすことができない変異体を取ることによって、そのオートファジーという生命現象に関係する遺伝子を取ってくるというのが酵母の遺伝学です。でランディ・シェックマンだったら小胞位相という生命現象を起こすことができないようなミュータントを取ってくるということをやりました。このやり方は分子生物の一例であって、なぜ酵母が遺伝学に使える
ですか。酵母だったら遺伝核できる、まあ、当時はね、今はもっと人でもできるようになってるけど、酵母の特徴は一倍体ですよね。我々は普通遺伝子2つ持ってますよね。一つはお母さんから来る、一つはお父さんから。我々は二倍体なんだけど、精子や卵子ができるときには原数分裂のして一組になる、一倍体になるんだけど、それが受精というときに合体するとまた二倍体に戻るというので、酵母のいいのは、酵母通常は二倍体、アルファと A というオスメスのみたいな名前がついていて、アルファ A という2倍体なんですけど、そのが行ったり来たりできると。1倍体と2倍体の間を行ったり、かなり自由に実験上に簡単にできる。で、通常我々の人の世界だったら精子や卵子はもう受精のためだけにあって、精子がボカボカ増えていくっていうことはないですよね。精子は卵子に到達するまで泳ぎ切っていくというのが役目なんで、途中で2倍になったりすることはなくて、卵子も待ってる間に2倍になることはないですよね。だからひたすらこう待ってるだけ、受精が起こるまでもうそのままになんですけども、酵母のいいのは1倍体であっても2倍体と同じような速度で増殖できるという。だから実験が可能になる。精子や卵子ではたくさん、まあ、倫理的な問題を含めてもう問題ですけど、たくさんの精子や卵子を増やすということはできないが、酵母は1倍体がちゃんと増えてくれると。大隅先生がオートファジーの現象を見つけた時も、この2倍体が1倍体になる時に一番いいのは窒素源を枯渇させるという。栄養がないともうその増殖していてもダメなんで、原子分裂を始めて胞子の形を作ってすごい安定な状態に戻ると。植物なんか1000年前の胞子もちゃんと生きて今元にやると花を咲かせたなんていう話があるんで、胞子になるとものすごい環境に対して強くなるんですよね。でその時にこの窒素源すると2倍体から1倍体になるという原子分裂が起こる時に、これはこの時にものすごいことが起こってるんじゃないかというのがオートファジーの、を研究するきっかけになったというような話もこの前講演の時に聞きましたけど、で2倍体だったら1つの遺伝子に傷がついてももう1つの相手カウンターパートがいるので、ここの機能、ここが正常に働いていれば遺伝子は2つ揃ってなくても1つでもあれば十分活動できるので生命現象をそのまま起こすことはできないけども、1倍体になってその1つの遺伝子に傷がつくともうその生命現象を起こすことはできなくて、こっから生命現象を起こすことができないという表現形が出てくると。これこっち戻るときは何が起こりますか。これ受精みたいなときに起こるときは、合体するときにはアルファの方からはアルファという名前のアルファファクター、アルファ因子という名前のフェロモンが出てくると。フェロモンというのは異性を引きつけるものをフェロモンと言いますよね。アルファはアルファファクターというフェロモンを放出して、 A の方にはアルファファクターのリセプターがあると。でアルファが出てきたらフェロモンを受け止めて DNA 合成なんかを止めてしまうと。逆に A の方からは A ファクターというフェロモンを出して、アルファの方はその A ファクターを受け止めて、アルファリセプター A リセプターによってこの A ファクターを受け止めて DNA 合成を止めて接合すると、メイティングをするという。でシェックマン博士がこの若い頃から自分のラボを持って研究所を持った時に、これの消費層を遺伝学的に解析しようといった時に、アルファファクターというフェロモンが分泌されないようなミュータントを取ると、そういうことを目標に。分泌がだからこれ最初アルファファクターもここで作られてずっと分泌されるもんなんで、その分泌が異常になれば分泌化というのはどっかがおかしくなっていると、というのでいろんな片っ端から取ってくるということで、分泌は
セクリーションですから、そのセクリーションがおかしくなったミュータントをセックミュータントという名前をつけて小胞層の解明に進んでいきました。でセックミュータントだからいろんなこれものすごい最初のうちは何個最初何個取れたか分からないけど、まあ、どん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 方法改良していって何十個も取れていて、で基本的にはセックと酵母ではなんか3アルファベット3文字を使ってその後数字を入れます。だからセクリーションにおかしくなったミュータントの1番から2番3番といって、今はセック70何番まであるからやっぱ70個ぐらいの遺伝子はこの分泌過程に関わっているということがあって、そのところを次々解明していったので、まあ、2013年にシェックマン博士は他の2人の人と一緒にノーベル賞をもらわれたと。ただしですね、これアルファファクターを使っているので、アルファファクターだけがの輸送がおかしくなったら別にこの接合ができない、免疫ができないというだけだけども、そうじゃなくてこれは多分基本的に一般的にタンパクがこう小胞輸送されるときに関わるものが全部含まれるだろうから、そんなこれ基本インフラですよね。水道や電気みたいなもんで、こう生活には欠かせないものなので、そんなものに変異が入って全く小胞輸送ができなくなったら酵母は生きていけないですよね。電気やガスが止まるのと同じだから。だからそれは普通は、だから普通はそれは取れないんですよ。生き死にで見ようと、これに本当のこの変異が完全に止まったようなものを取ってしまったら、それは多分酵母は生きていけなくて死んでしまう。こういう時にどうしたらいいと。完全に破壊しちゃダメですよね。そうすると、わかりますか？聞いたことあるかな。ある条件でダメになるというようなことをすればいいね。普段は大丈夫なんだけど、ある変化をもたらしたらその遺伝子の機能が失われるというような形ですれば生きていきますよね。普段は何とかやれてる。だからある条件に変えるとダメになる。まあ、そういうのは今では最近はもっといろんなテクノロジーでそういうことができるけど、酵母を使った時にそういう変化をもたらす一番いいのは、わかりますか？温度なんですよね。温度感受性変異株という言い方、これはまあ覚えておいた方がいいと思います。温度感受性変異株、テンペラチャーセンシティブミュータントという言い方をします。温度が変わると何が変わるでしょう？温度によって変化するのは何でしょう？構造よりも構造が、結果的には構造が変化するんですけど、その元になるのは酵素活性だって温度依存性ですよね。酵素の温度は温度が上がると10度上がると何倍かになるとかいうような法則もありますよね。からブラウン運動が盛んになりますよね。運動が盛んになる、そうすると形が壊れてしまうということなんですよね。普段はこれ大抵もうかなりポイントミューテーションです。まああんまりいっぱい変異が入るともう形がもうおかしくなって全くダメになることが多いんですけども、低変異ぐらいだったら酵母は通常は30度ぐらいで培養しています。30度で培養するので、30度よりはもうちょっと低い温度にしていくと、23度ぐらいで培養しているとブラウン運動がまだ少ない分だけ低変異が入っていてもなんとか形を取れる、なんとか形を取れて機能を果たすことができる。まだ低変異が入っても機能が果たすことができるんだけども、37度とかになるとブラウン運動が盛んになってきて、この変異を抑え込めなくなって形が完全に崩れてしまうと。23度なら低いようになら何とか機能を果たすことができていても、37度になると機能喪失、ロスオブファンクションということで表現型が出てしまうと。
まあ、こういう形でまず DNA に傷をつけますよね。 DNA にランダムに傷をつけていて、でも23では生き残れるようなものをまずは選ぶわけです。もう生きていけないものをやっても研究できないんで、 DNA にランダムに傷をつけて、まず23度でコロニーを作らせて、最低限の生命活動はできるというようなことをのミュータントのラベルを作っていて、それから37度で温度を上げていって、アルファファクターが分泌されているかどうかを調べるということをやって、そのアルファファクターの分泌がおかしくなったようなミュータントを取ってくるということをしてたんですね。